こんにちは、ストーンイーリス維持チャンネルへようこそ。パワーストーンセラピストのなつきです。今回は昨日起こった笑っちゃうぐらい分かりやすい現象がすぐに起こったという話をシェアしたいと思います。本当は別の話をする予定でしたが、今回はこの話かなと思ったので急遽変更しました。あとこの話はきっとこれからの皆さんの人生にも役立つエピソードだと思いますので、しばしお付き合いいただければと思います。そのエピソードを話す前に、今の私の仕事のスタイルについてお話ししますが、私は今完全在宅ワークで3つの仕事をしているんですが、1つはこちらでも紹介していますパワーストーンアクセサリーのネットショップですね。でもう1つは自宅でできるテレフォンアポインター、そしてウェブライターという3つ掛け持ちしています。ネットショップ以外の2つの仕事は自宅でできるとはいえ生活のためにやっているので、まあ、やりたくてやってるわけではないし、そんなに楽しい仕事でもないので多少ストレスもあります。で、今回はウェブライターのお話なんですが、1ヶ月10記事指定されたキーワードをもとにネットで検索して自分なりに記事をまとめるっていう仕事なんですが、最近テーマがガラリと変わって契約した時と違うテーマをこうしれっと入れられるようになったんですね。で、6月はその10個のうち4つぐらいが私の苦手分野だったんですよ。で、それでもなんとか9記事まで頑張って終わらせたんですが、どうしても最後の一つが難しくてできなくて、もう最終的にはもう頭が痛くなってきたんですね。で、どうしてもどうやって書いていいのかわからなかったので、とりあえず質問して聞いてみようと思ってチャットワークを使ってメールでいろいろ質問してみたんですが、まあ、返ってきた返答を見て、なんか自分が想像していた以上に大変な作業になりそうだな、時間がかかりそうだなって思ったんです。やりたくないな、どうしようってすごく悩んでいたら、今度はお腹までキリキリしてきて、もう心がズシーンって重くなる感じだったんですね。わかります？でも考えて考えて、やっぱりこんな心の乱れた状態、心が落ち込んだ状態、苦しい状態を続けるのは今は絶対にしちゃダメでしょうと思って、もう勇気を出して、私にはできません、ギブアップさせてください、今回は9記事でお願いしますってメールを送ったんですね。まあそしたらすぐに、わかりました、それは仕方がないですね、気にしないでくださいと私の思いを受け入れてもらえたんですが、やっぱり断りのメールを入れるときはちょっと怖かったです。多分こんなことを言って依頼を断る人って私だけだろうなって思ってちょっと気が引けたんですが、まあ、でもその結果勇気を出して断ったら、その問題が一瞬で解決して、自分の心の中はすっごいすっきり晴れ晴れとした気分に切り替わって、自分の顔にもあっという間に笑顔が戻ったんですね。もしもこれを断らずに、みんなもやってるんだから頑張って仕上げなくちゃとか、せっかく依頼されてるんだからやり遂げなくちゃと義務感に駆られて頑張っていたら、本当につらかったと思います。で、ちょっと違う話を挟みますが、実は6月に名古屋ドームにライブに行く予定だったんですが、まあ、このコロちゃんの影響で中止になってしまったんですね。で、1週間前くらいにそこの事務所からチケット払い戻ししてくださいってメールが届いたんですよ。で、チケットボードっていうところで予約をして当選して、でローソンでお金を支払ったので、ローソンで払い戻しをするものだと思って、まあ、その時もらった支払いましたよっていう証明書、領収書の紙があるんですけど、それが必要だと思って探したんですが、どこ探してもないんですね。いくら探してもなくて、なくした場合どうなるんだろうと思ってネットで調べたら、原本がないとお支払いできませんみたいな感じで書いてたので、1万2000円以上もしたチケット代も返ってこないと思って落ち込んで落ち込んで、もう嘆いてたんですが、やっぱりこれじゃいかんと思って、もうすっぱり諦めようと思って、なんとか気持ちを無理やり切り替えたんです。でもやっぱり時々思い出しては落ち込んでたんですね。で、ここでまたさっきの話に戻りますが、仕事をきっぱり断って気持ちがすっきりした直後、メールが届いてました。
それはチケットボードからで、メールを開いてみるとチケットの払い戻しの準備が整いましたので手続きをしてくださいっていうご案内だったんですよ。もうそうなのってびっくりして、もう嬉しくて嬉しくて速攻手続きをしたら、無事に払い戻しの受付完了ができたので、多分来週には全額返ってくると思います。で、私は勝手にさっき私が自分の本音を大事にして勇気を出して断ったからご褒美なんて浮かれてたんですね。で、その後すぐご褒美ついでに YouTube 動画でも見ようって思って YouTube を開いたら、天音里香さんってご存知の方いらっしゃいますかね。ライトランゲージ、つまり宇宙語を話す方なんですが、その方が6日前にアップした動画が一番前に出てたんですね。で、タイトルが夏至から秋分の過ごし方って書いてあったんです。で、私天音さんも大好きなので、あ、これ見てなかったんだ、見ようと思ってポチッとしたら、冒頭天音さん自身の最近起きた体験を少し話されていたんですね。で、話を聞いていたら、いきなり体感覚が嫌って言ったら断る勇気が必要なんだなっていうことが分かりましたって言ったんですよ。あれ、これさっきの私じゃんって思ったんです。で、天音さんはそうは言っても物理的なところで損得感情で動いてしまって、そのまま続けたそうなんですけど、結局最後の最後に自分自身でやっぱりもうどうしても無理って思ってやめたそうなんです。目先の物理的な利益に意識が向かってしまうと、それをやめるとか断るとかすごく難しくなってしまうんだけど、それをやることによって何かしらのものは得るかもしれないけど、それ以上のものを失うんだなっていう感覚がありましたとおっしゃってました。そしてそれに携わってる時間や携わっていない時間も含めて、そのことについて嫌だなって思う気持ちを持ってしまったり、その嫌だなと感じている出来事をすることによって心にダメージを受けてしまって、その心のリカバリーが大変とか、いろいろなリスクがあることを教えてもらったそうです。で、最終的には自分の魂の望まないことにわざわざ飛び込むのはやめようっていう結論に至ったそうです。そこで物理的な何かを失ったとしても、それを断ることによって自分のエネルギーを保つとか波動を高い状態に保つということが得られるし、またその浮いた時間を違うことに使えるっていうことを経験しましたとおっしゃってたんですね。もうまさしくさっきの私のことじゃんともうびっくりしたんですよ。で、確かに私もこうして浮いた時間で YouTube 動画作れているので、本当その通りだなと思いました。多分あの記事頑張って書いてたら5時間か6時間はかかっていたと思います。そして何よりも、あなたのさっき取った行動は正解ですよ、それで OK ですよってハイヤーセルフや宇宙に言われているようで、とても感動しました。あと、お知らせのスピードが速くてそれにも驚きました。この一連の作業全部セットで賞味1時間ぐらいの出来事ですよ。本当に最近の現実化の速さやシンクロニシティの速さには驚かされます。で、あとはタイミングです。冷静に考えると、チケットの返金はどっちにしろできるわけですよね。でも、このタイミングで知るのが大切だったんです。ハイヤーセルフが私が今取った行動に対して、それ正解って気づかせるためにインパクトを与えてくれたんだと思うんです。そして天音さんの動画なんですが、だいたい好きな人の動画はその日のうちに見るか次の日に見るんですが、今回はなんと6日も経っていて、しかもその動画がアップされていたのをなぜか知らなかったんですね。なので、この動画をいつものように当日とか6日前に見ていたら、ここまで腑に落ちなかったと思います。やっぱりこのタイミングで出すことが私にとって最もベストだったんだと思います。そう思うと、人生で起こることは全て最高のタイミングでやってくるって名言があるんですけど、本当にその通りだなって実感しました。今回は小さいことなんですけど、それでもあまりにも分かりやすくって笑っちゃいました。あと、これだけスピードが速いのはやっぱり宇宙のエネルギーがかなり高まっていて、波動がとても軽くなってるんだなって思います。皆
皆さんも最近こんな風にシンクロとか現実が早く感じませんか？実は今までもスピードは違えどもこんなシンクロニシティの繰り返しだったんだと思うんですね。それを本人が気づくか気づかないかの違いで人生は変わっていくんじゃないかなって思います。そして今回もしみじみ感じたのが、本当に私たちって目に見えないいろんな存在から守られていて導かれて地球に生きているんだなって、なんてみんな優しいんだろうって、そこにも感動しました。絶対皆さんもそんな経験あると思いますし、これからもたくさんあると思いますので、いろいろ周りで起こることをこじつけてみてくださいね。それはきっとただのこじつけではなくシンクロです。そう考えると毎日楽しいですよ。はい、では今日は私のスピードシンクロ体験のお話でした。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今日は安心して眠れそうです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。